下開始。一番隊は真上からダイブするぞ。わあ、こちらカズ、二番隊左から侵入する。了解。パン、大丈夫なの？前期に進め、まもなく敵のフェイス放出が始まる。シールドの展開準備だ。アンブレラ展開オン。Thank you.
バスマリン。めちゃイケメンバー、ここで17人がやってくる。うまいね。そうなんです。ちゃんとゴーサインもらってますか、主任。体調万全の岡村さんがスナップに料理対決を挑む。そしてめちゃイケ新メンバーが大暴走。さらに。Thank you.
願いします。黒き暗黒の時代を切り開き、我らは希望の道を歩み出さんとしている。時は来た。そう、新たな時代の幕開けだ。ペリシティ流の逆行を要するイリテス公国は、隣国であるスザク領ルブルムへの侵攻を開始する。宣戦布告と同時に国境付近へ集結していた公国軍は、ルブルム各地に進軍を開始。同時刻、別動隊によるペリシティリウムスザクへの奇襲を敢行。その部隊には武士が含まれていた。武士を用いた国土侵略行為、これはオリエンス4カ国が定めたパクスコーデックに対する重大な規約違反である。魔導アーマーを主戦力とする公国軍に対し、ペリシティリウムスザクは魔法を持ってこれに応戦。その魔法によって呼び出される召喚獣の圧倒的な力は戦艦をも凌駕し、公国軍の奇襲は失敗するかに見えた。なるなんて、あの時はまだ思っても見なかったんだ。